僕のですね、60回目バースデイお祝い&ですね、忘年オフ会を開催することになりました。なかなかいいですね。これなんか自分でね、いろいろな柄とかできたら、ここですね、のボードの四隅のネジを外して内部にアクセスしました。こんにちは、戸田悟です。今回はミニソーラムから新しく登場しました UM780XTX というですね、新モデル紹介したいんですけれども、これがすごい、なんとね、性能がすごくいいんですが、加えてね、エッチングシートがついていて、模様を光らせることができるというですね、何それみたいな方多いと思うんですが、まずは見てください。見た方が早いと思います。今回はミニソフォーラムの最新モデルですね、 UM780XTX。 このモデルね、めちゃめちゃ興味深いんですよ。これまでにないポイントがいくつもあるので、詳しくね、紹介していきたいと思います。ちょっとね、世代が変わった感じするぐらいよくできてますよ。上位モデルのミニ PC 欲しい方にはですね、見逃せない製品となっておりますので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。まずは中に入っているものを紹介していきます。こちら本体、後でね、詳しく説明します。 AC アダプターがね、ちょっとこの保護のこれを剥がしましょう。これまでに見たことのないタイプで 120W なんですけど、ミニスフォーラムのロゴ入ってるんですよね。これ専用品もちろんね、だと思いますけれども、なかなかね、かっこいいですね。それから電源ケーブルがついております。でこれはね、いつもついております HDMI ケーブルですね。スタンドがね、ついてるんですよ。これがね、かなり面白いので、後でね、まあ紹介していきます。さて、ここにね、虎の柄の何かシートが入ってますよ。これもね、後で紹介しますが、めちゃくちゃ面白いです。それから説明書。こちらはね、いつもと同じように、各国語対応ですが、日本語のね、説明のページもありますので、安心して使えると思います。はい、こういうところにね、日本語がちゃんと入ってますね。安心して使えると思います。それから、こちらね、キーボードのセットアップ困る方が多いので、ミニソーラムの製品はみんなこれがね、ついてます。でさらにこれ、ベサにね、取り付けるためのアダプターですね。それからこれ、この箱の中にね、今回は接続しませんけれども、オキュリンクをつなぐためのですね、ボードもね、ついております。はい、こちらがね、本体なんですが、これまでに僕がレビューしてきたミニ PC の中でも、まあ、かなりね、ダントツで質感がいいと、まあ、僕は思ってます。とてもね、好きな感じですね。ボディサイドは全部金属ですね。もうひんやりしていて、がっちりしてますね。底面は樹脂かな。このサイドはね、全部金属。天板もね、ちょっと樹脂っぽいですけども、あとは金属でカッチリしてて、全部ね、ツヤを抑えた黒なんですよ。金属質のね、黒。めちゃめちゃかっこいいですね。このね、放熱の穴というかですね、通気口もすごくでかくて、空調をね、とても考えているなという左右にね、通気口はありますね。はい、感じがします。このモデルは持ち運びにはお勧めしません。ちょっと重量ね、740g。金属ボディだけあって、質感めちゃくちゃいいですけど、やっぱりちょっと重いですよね。ただね、もう持ち歩かないなら僕はこれ重い方がいいと思っていて、っていうのはケーブルいっぱい繋いでも引っ張られないですよね。本体が軽すぎるとケーブルに負けて動いちゃったりします。そう考えると、まあ重量感はいいかなと思いました。はい、それではポートを紹介していきます。まず一番ね、右奥には電源ボタンがありますね。それからタイプ A 端子、これ USB3.2 の Gen 2が2個。それからですね、タイプ C 端子、こちら USB4 ですね。正面に1個ついてます。それからこちらが 3.5 ミリのオーディオジャックと。こういう形になります。続いて裏面ですね。こちらにもタイプ A がね、まず2個ついてます。こちらもですね、 3.2 の Gen 2、このねタイプ C も USB4 ですね。さらにディスプレイポートが1個、それから HDMI、 その上がですね、オキュリンク。今ね、蓋がしてありますけれども、さっきのボードを取り付けるとオキュリンクが使えるようになります。オキュリンク何かっていうとですね、機種によるんですけれども、外付けのですね GPU をね、取り付けることに主に使う端子となります。使わない方はね、このままでいいと思います。それから有線 LAN 端子が2つですね。 2.5GB のイーサネットが2つ、それから専用の電源端子がついてます。内部にアクセスしていきますが、ここがねポイントなんですよ。なんとこの天板部分が磁石でついてるだけなんですよ。これ面白いですよね。こうやってね、ペッと外せるんですよ。でもね、逆さまにして取れちゃうようなことはもちろん全然ありません。かなり強力な磁石でついてますので、こう取り外すだけで OK と、こういう感じですね。このカバーにですね、先ほど紹介したエッチングされたフィルムをですね、こう取り付けられるんですね。こう穴がね、合うようになってるんですけども、こうやって取り付けてここにペコってやるとですね、これ光るんですよ。光ってこの虎の絵が出てくるということで、これ後でね、実際やってみますので、まあ今はね、できるということだけをチェックしておいてください。で、さらにね、じゃあここのね、ネジを外して内部にアクセスしていきます。はい、ではね、下の4箇所のネジを外していきます。ここにね、1、2、3、4つネジがついてます。
はい、今ですね、先ほどの光る部分ですね、ここですね、のボードの四隅のネジを外して内部にアクセスしました。で、さらにね、このね、ケーブルも外しました。これね、ファンのケーブルだと思いますけれども、外しました。ようやくね、SSD とメモリーが出てきましたけれども、まあ、ここまでやるかやらないかっていう感じなんですが、SSD が2枚させますね。で、さらに、ここにですね、さっき紹介した、こういう形でね、はい、オキュリンクのケーブルを挿すボード SSD をつけるかこれをつけるかっていうですね選択肢ができますね。まあオキュリンク使う方そんなにいらっしゃらないと思うので使う方のみここはねチェックすればいいと思いますけれども、はい、ここにこう刺さります。使わない場合は SSD がね2枚挿し可能という形になっております。ちょっとね内部へのアクセスそんなに簡単ではないのでまあ頻繁にね抜き差しするものではないですけれどもまあ、こんな形にね中はなっております。ファンもねでかいのがここにね、ついております。はい、このモデルですね、専用のスタンドがついてるんですよ。今回ね、ちょっとそれをね、使っていきたいと思います。スタンドをね、まず組み立てますね。これがね、ネジだと思いますね。こういう風にネジを2つ留めます。ミニソフォーラムってたまにこういうですね、専用のスタンドをつけるモデルがありますよね。どれもね、使い勝手がいいんですよ。はい、で続いてですね、今ここのネジをね、今回はちょっと微妙なので手動で締めました。電動じゃない方がいいような気がします。で、これをここに、もうこうね、刺すだけですわ。で、そうするとこういう風に立った感じで使えるんですが、縦で使えるミニ PC 結構ありますけど、これね最大の特徴は斜めなんですよ。ちょっと斜めってる。で、なぜ斜めってるかってここを見せたいからでしょうね。なんだミニフォーラム逆じゃんっていう方いらっしゃるかもしれませんが、これはねすいません僕の付け方が悪かった。別にねただこうやればいいだけですし、なんならこのパネルをね、パネルの方向の問題もありますわ。どっちにでもついちゃうんで、ここはねもうお好みで、端子がどっち側にあるのがいいか、僕は右利きなんで右側に電源ボタンがあった方が楽ですけれども、頻繁に抜き差しするなら右側にねこの端子がいっぱいある方が、来てた方がいいかもしれませんよね。でこれ逆になっちゃうから、これを外してねこのパネルを逆につけてあげればいいだけですということですね。はい、それでは注目の電源オンにしてみましょう。はい、こんな感じなんですよ。今ねグリーン、ブルーね、ちょっと光が分かるようにカメラあえてね暗くしてみますね。はい、グリーンとねブルーと次はブルーです。赤っていう形で今ブルーですね、光り方が切り替わります。ちなみにこれはですね BIOS でこの明かりはねオフにできるように、 BIOS のまだアップデートが来てないんですけども、アップデートでオフになるようにできるということです。ではねちょっとトラちゃんを、はい、トラさん貼ってみました。なかなかいいですね。これなんか自分でねいろいろな柄とかできたら結構楽しいかもしれません。思ったよりね綺麗にトラ出ますね。なんか専用のねライトでもついてるような感じですけど、ただエッチングしたねフィルムが裏側にあるだけなんですけども、なかなかねこれかっこいいです。で興味ない方はトラ取ってもいいですし、 BIOS のアップデートが来たらねオフにしても OK というわけです。いつものようにシネベンチャー R23 のスコアを紹介しますが、性能高いですよね。 CPU は Ryzen 7の 7840HS です。まあかなりのねパフォーマンス、すごい性能だと思います。マルチコアが16000台、シングルコアもね、1700半ば出てます。もちろんベンチマークばらつくので、もうちょっとね高い性能が出た時もありました。非常にね性能高いと思います。でちなみにちょっと後でね、BIOS で紹介しますが、パフォーマンスモードと、それ TDP70W ですね。それからバランスモードという形で切り替えられます。で、これね、バランスモードなんですよ。ただね、パフォーマンスモードにしても、ベンチの結果ね、そんなに変わらなかったですね。ちょいアップぐらいの印象ですかね。これはバランスモードのベンチです。まあ、ばらつきの範囲内ぐらいでしか変わらなかったので、まあ、パフォーマンスモードはですね、ずっとパフォーマンスを落としたくない時に使うとか、いった形なのかなと思います。ただ、バランスモードの方が、音は静か。ですね、今パフォーマンスモードなんでちょっとファンの音うるさいかもしれません。これ後でね BIOS を紹介します。ファイナルファンタジーの、ね、ゲームのベンチマークも計測してみました。 1920×1080 の標準品質デスクトップ PC で快適8214という感じで、まあヘビーなゲームでもですね画質等を落とせば十分プレイできるかなと思います。性能が高いモデルですね。はい、騒音チェックしてみましょう。僕はね静かにすると音が分かりますが、今日は雨がちょっとうるさいので、43、45ぐらいがこの部屋静かにした状態の音です。では黙ります。はい、50を超えてきますね。53、45ぐらいで、確かにねファンの音は今僕6、70センチ離れた位置にいますがかなり聞こえてきます。ただねこれはパフォーマンスモードなので、ファンの音がしてもいいから、パフォーマンスを上げるモードという形になります。今ですね BIOS を表示しましたけれども、最近この BIOS になってますよね。
めちゃめちゃおしゃれな感じで使い勝手も良好です。でこちらでですねモードの設定ができます。はい、こんな風にですねマウスで操作できるの便利でいいですよね。でここでね今パフォーマンスモードになってますがバランスモードに切り替えます。この状態でバランスモードでまたパンの音を計測してみましょう。でちなみに僕は使うとしたらバランスモード一択ですね。パフォーマンスモードは特に何かやるときに、パフォーマンスが気にならなかったら切り替えると思いますが普段はバランスモードで使って十分かなと思います。はい、それではバランスモードでまたね、騒音計測アプリで計測してみます。裏ではねシネベンチが今ね同じように回ってます。それでは僕は静かにします。ちなみに全くファンの音が入らないとこの部屋は 43.45 ぐらいのデシベルになります。はい、だいたいですね 47.89 ぐらいなんですよ。でさっき 52.3 ぐらいだったのでちょっと静かになりますよね。でベンチマーク回すとねやっぱりファンの音多少聞こえるんですがさっきよりは静かです。ただ普段の時の音がですねパフォーマンスモードだとベンチマーク回してなくてもちょっとファン聞こえたりしますがほとんどね無音に近い感じになりますね。こちらの方が僕は快適じゃないかなと思います。はい、このモデルはですね65から100ワットの PD で USB PD の充電器で動くということなので今ですねこれ140ワットって書いてありますけどポートが2個あってユグリの充電器100ワットの方につないでます。これで動くかどうか電源入れてみます。あ、入りました。まあ動かなかったら困っちゃいますけどね。でもさすがにこういう上位モデルになるともうあらゆるものに対応してるわけですよね。 PD で動くっていうのも大変に便利ですよね。モニターとケーブル1本でつないで使うという利用もできますよね。モニターの出力がね 65W 以上あればいいということなのでまあできればね 100W あった方がいいんでしょうけれども、はい、今ね Windows ちゃんと起動しました。 UM780XTX レビューしてきました。いかがでしたでしょうか。僕はボディの質感含めてめちゃくちゃ気に入りました。トラありとトラなしも選べるのでまあそこはね好みで選択していただければと思います。で今回レビューしたモデルは32のメモリーに 1TB の SSD でトラありですね。10万トンで3980円となります。ただこれトラなしにしてもありにしても値段変わんないので僕としてはね同じ値段ならトラありがおすすめですね。でさらに本体カラーもシアンブルーシャンパンゴールドとあるので今回はねオブシディアンブラックをレビューしておりますがシアンブルーめちゃめちゃいい色なんですよね。シャンパンゴールドもいい色でちょっとねこのカラフルな色も見てみたかったですけれどもね非常にいい色だなと思います。まあ気になる価格がやっぱりね10万円超えてくるんですがこの性能を考えれば妥当かなと。32の 1TB 搭載してますし7840HS もねベンチマーク見ていただいた通り高性能でした。ただまあちょっとね悩むのがミニスフォーラムのですね上位モデルとどっちを買うか非常に悩ましいですよね。 UM790 Pro がですねライゼン9の7940で32の 1TB で 106,580 円なんですよ。まあどっち買いますっていう感じなんですがまあちょっと構成がね違いますしねまあスタンドもついていたりトラもあったりしますのでちょっとね僕は判断微妙かな。僕が買うとしたら790選ぶかな。同じ値段ならですよ性能が高い方を選ぶかなと思います。ただボディの質感とかそれからこのスタンドは非常にね使いやすいですよね。どっち選んでも後悔することはないと思います。選択肢が多いというのはいいことですよね。それでは UM780XTX の点数を発表したいと思います。僕はかなり気に入りました。ボディの作りもいいしトラもねこうやって見ると意外にいいですよね。でまあちょっとね DIY して違う柄もやってみたいななんて思っております。幸いね彫刻品もレビューしたのがあるのでねテストできたらなと思っております。性能は文句なしですね。価格もうちょっと下がってくれるといいなと思いましたが僕の点数はそれでも超高得点80点つけたいと思います。メインマシンにするミニ PC を探している方におすすめのモデルです。 UM780XTX 紹介しました。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップスタートしております。こちらのメンバーシップに加入していただきますとメンバー限定のねライブ配信ですとか動画も用意しております。さらにですねイベントでの優待もありますし、戸田サトルファンクラブにね無料でご招待いたします。でこの戸田サトルファンクラブでは毎月僕がレビューした製品の一部をですね抽選でプレゼントしております。とてもね当たりやすい時もあるのでふるってご応募いただければと思います。応援お待ちしております。